はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなダンススクールやってまいりました。ヤドルです。さあ、やってまいりました。ケプラーからワダダミュージックビデオ出てきました。見ていきたいと思います。収録ボタンをよろしくお願いします。どんな感染なんでしょうかね。世界中が見守っております。レッツラーゴーツ。お。ティザーでもありましたね、これは。高評価をしました、今。なるほど。よかった、よかった。うん。よかった、よかった。よかった。すごくよかったと思う。もう一回見ていいですか、ちょっと。いや、そうだったんだ。なんかずっとこうやってゆっくり落ちてってるから、何してるんだろうなって思ったら、親指回してるんですね。これはすごいわ。おー、マジか。惑星がギューンって傾く感じですね。なんかすごい。シャーンって言っちゃう。レッツだ。いや、ダヨンちゃん、かますな。ここめちゃくちゃいいじゃないですか。日本語にするの忘れてました、今。すごい。やっぱラップですね、ダヨンちゃんね。うん、わあ、ここですよ。仲良し3人組が、ゾウが出てきたのいいですね。マシロちゃん、ユソちゃん、ヒカルちゃん。今のところ、ラップで一応マシロちゃんになるのかな。ラップっていうかあれか、サブボーカル的なあれか。
いわゆるその倉庫ですね、秘密基地ですね。うわー、ゆじんちゃん来るだけでなんかギュッてなんかこう雰囲気変わりますね。ようちゃん、いやいい、いやいいっすね。なんかこうサビ前の盛り上がりをしっかりと感じます、ヨンちゃんから。あーでんだん、うん、いい、めっちゃいい、めっちゃいい、このサビのサウンド。スーパーソニック超高速やで、ブンブンブン、スペシャル、うわー、うめえ、うわあ、いさか、にちにし、このかっこいい部分とあのおうおうが入るので、前もちょっと言ったんですけど、そのエバグロちゃんたちみたいな雰囲気とちょっとこうおまごろちゃんたちみたいな可愛い部分とあって、好きっすね。このヘイの部分ですね。いろんな空間をこうみんなで行き来してる感じがすごくいいですね。ここをあのこういう感じっていうよりは可愛くこう揃えながらやんなきゃいけないっていうのがあるっぽいですね。あ、可愛さ大事ですね、ここの拍手は。うわっ、あー、ちょっと待って、ヒカルちゃんのパートもっとあってもよくないですか。ちょっとそんな気がしたの私だけ。この感じでもっと見たいですね。この感じのヒカルちゃんのもう少ししっかり立てて、レイダーレイダー、あー、なるほどね。ここでは置き手を喋ってるわけですね、ヒカルちゃんがね。このすごいなって思うのは、シャオティンちゃんとかが飛んできた後ですね、イエソちゃん、マシロちゃん、シャオティンちゃんの後のこの髪の動きがバッて出ることによって、本当に今瞬間移動してきたよ感がより出るというか、すごーい、ここかっこいい、ウェオウェオ。飛ばせ飛ばせと、あー、いいですね、アヴリル・ラヴィン、令和のアヴリル・ラヴィン。やっぱここのセットが、あ、なんか、まあ、その、うん、あの、倉庫のあれなんだろうな。ここだけだな、僕が。やっぱここにね、電柱とか街並みがあるのよ。それ以外は、なんだろうね。ここのカット以外は別にね、大丈夫なんだよ。いやー、かっこいいなー。いやー、違う違う、強いね。うわ、わたたた、ブーン、ダンダンダン。うん、さすがエソちゃん、うまし。ユジンちゃん、ここのヒカルちゃん、ふぅー、もう一回見ていいですか。いや、リレーが素晴らしいですね、ここね。イエソちゃん、ユジンちゃん、そしてヒカルちゃん。かっこいい、ここですね、ほほー、ナイスです。いや、わたたた、なんて、keep one going わたた、 keep ラーのラーをワンっていう風に多分今後やっていくんでしょうね。 keep one、 keep ラーじゃなくて keep oneKeep on going, what da da. Ah, hey, ですね。はい、覚えました。素晴らしい。シグナルやばいっすね、これね。
うわー、シャーティンちゃんがここで出てくるんだね。いや、ブンブンや。ソニック、スーパーソニック、ポテタ、ポテタ、発表。大丈夫でしょう。大丈夫でしょうっていうか、なんかいろいろね、こう不安とかもありつつ、どんな感じになるのかなって、まあ、一発目だったところあるんですけども、いいと思います。うん、コンセプトもしっかりしてるし、その時空を超えてきて、こう息を整えてもう一回っていう風に、どん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 その君の元に近づいていくよみたいな、この感じがすごく僕は伝わってきていいなっていう風に思いました。セットも常にこの地球が見えてる感じがしていて、その他の惑星の、あの世界にいるみんなっていう、なんか認識がちゃんと伝わってくるし、そこに多分その僕らの存在みたいなね、見てくださる方たちの存在というものがあるんじゃないかなっていうふうにも思いますね。あとはその、色味ですね。全体的な色味もすごくこう、ブルーというか、SF の時によく使われるその、まあ、色味の感じを前面に出してるなっていう風に思うので、ちょっと青みがかってるんですよね、全体的にね。 SF 映画とかも結構青みがかってたりするんですけど、ここちょっとオレンジ強めに出してるのかな。でも青ですね、基本的には。多分青、紫、うん、めちゃくちゃいいと思います。よかったよかったよかった。というところで、現場から以上でございます。ダンスね、しっかりこれは解説していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ、つい。